はい、どうも皆さん、こんにちは。ピヨチキチャンネル、ウープ主のピヨタです。さあ、今回もやっていきましょう。その発想はなかった。対義語。前回、飛べない豚はね、何ですかというね、対義語。飛んだとしても、豚は豚というね。もう身も蓋もないことを言い出しました。ひでえよ。まあ、というか考えてる最中にね、豚肉に固執しすぎた僕も僕ですけど、だって豚肉って言葉ができちゃったんだもん。ねえ、豚の肉とかさ、食べることに直結するじゃん。ってなりました。はい。とりあえずね、今回の動画はエイプリルフールの企画動画となっております。よければね、まあ、全部見ていってくれればと思います。こちらの動画は7時38分のね、部の動画です。リア充爆発しろ。僕はね、この行為をしているこの男の人に向けて、マジで親指を立ててグッジョブってやります。マジでナイス。リア充爆発しろ。なんだろう。キモオタ炎上しろ。いやー、これは爆発じゃねえもんな。爆発の反対ってなんだよ。銃殺？てかもうなんか、発火すんの？キモオタは発火するとか。あ、ダメ？爆発ってなんだよ。鎮火するとか？鎮火。火はあっても、消えることはないもんな。爆発の反対。湿り気で爆発しないのは何だろう？んー、なんだ？爆発、爆縮。爆薬になってる。爆縮？ないもんな。キモータは、収縮？こんな感じあったっけ？収縮。ダメか。爆発。爆発。周りにブワッと飛び跳ねる。とりあえずリア充のことは置いといて、爆発の対義語か。爆発。爆発。あ、これか？凝縮。あ、できた。もう、難しいよ。頭の回転遅い方なんだから、キモータ凝縮しろ。なんでリア充が超能力者みたいになってんだよ。ギューって。なんだ、爆発させられた代償か？キモータ凝縮しろ。もう完全にリア充からの報復が飛んできてるじゃないですか。やめてよ。羊たちの沈黙。羊の反対は多分ヤギだろ。ヤギが、なんだろう。ヤギが、沈黙。沈黙。臭いとか。ヤギ癖。なんだろう。ヤギ食らうさ。なんだろう。頭の回転遅いんでね。ガチでこういうのはね、悩むときは悩む。とか言ってると嘘っぽく聞こえるからすげえんだよな。難しいもんだ。なんだろう、ヤギ。ヤギ、エセ、裏。んなわけない。ヤギ、性。ヤギ、性。やっぱヤギ、癖が一番インパクトあるんだよな。でも、沈黙の反対だもんな。沈黙、騒がしい。うるさいとか。あ、でも、意がないな。意がないならダメか。なんだろう。ヤギが、なんだろう。くうるせ。あ、ん？あ、これか。うるさいじゃないから、うるせえか。ヤギがうるせえ。ああ、正解だ。もう、言葉が汚いからさ、汚いというか雑すぎるからさ、正しいような言葉じゃ、うるさいで考えちゃダメなんだわ。うるせえって考えないといけねえのか。なるほどね。うるせえな、確かにこれ。ちゃんと小ヤギが混じってんのかわいい。とりあえずね、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。